私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。うつらない、三密をやめよう。みんな集合。ウイルスにうつらない、うつさない予防は大丈夫か？どうしたらいいの？それは三密を避けることじゃ。あんみつ？のの、三密。三密とはウイルスに感染しやすい3つの条件のことを指しておるんじゃ。換気の悪い密閉した空間、多くの人が集まる密集した場所、間近で会話や声を出す密接場面の3つじゃ。うん、気をつける。その距離がソーシャルディスタンスやで。それを言うならソーシャルディスタンスじゃ。言い間違えた。みんなも3密には気をつけてな。新型コロナウイルス感染症の影響により毎年4月下旬から7月1日にかけて行っていました安のおっさん琵琶湖一周行脚のスタートを延期することになりました。延期後のスタート時期につきましてはまた改めて番組内でお伝えします。待っててまた琵琶湖一周を歩ける日を夢見て、これまでの九州の行脚の中からよりすぐりの傑作選をお届けします。それではどうぞ。安のおっさん琵琶湖一周行脚より抜き傑作選。走ってきてくれてこけたん？こけちゃって。あらららら ら大丈夫？なあ。大丈夫やな。大丈夫やで。痛いの飛んでき。よかった。飛んでタックルのとこへドーン。もうタックルのとこ行ったからな痛いの。もう大丈夫。ふわふわの時間やで。ありがとう。バイバイ。こんにちは。こんにちは。3、4人ではなかなか手回らへんで。眉毛リリーシー、ええとこ気づいてくれた。おやね、それなかなか言うてくれる人おれへんね。みんなバーコードに聞い取られて。いけない。どこがイケメン？眉毛がイケメン。えら限定的なイケメンやな。ありがとうな。このな息子ちゃん逃げたで。どこ行った？あっち行ってる。黄色いヘルメットで。おーい、なんか見つけたんか。あっち行ってる。お父さん追っかけて。一安心。パパは大変やな、イクメンは。なんか何て書いてあるの？棚田？そうだよ。ただだハン。あ、ただだマイ。マイ。ああ、タッピーってわからんかった。こんにちは、お疲れでーす。イエーイ。ふわふわや。約1.2万キロ。
ょっと無理やで、うん、ありがとう。2万キロやるくらい2万キロ無理やって、200キロしか無理やで、わしそれでもギリギリで泣きそうやねんで。あ、なにそれ、なにそれ、みんなわしの顔つけてくれてんの、これすごいな、3人とも。そんな重たいの持ってきてくれた、よいしょ。冷たい、冷やしてなくてごめんね。全然構わへんで、わしぐらいおっさんだったら常温がええよ。あ、来てくれた、どうも。はい、大きかったな。今いくつなった？4歳。4歳、ほな、だいぶ変わるわな。お父さんもだいぶ変わってるもん。それは言うたらあかんかった。こんにちは。あれ来てくれた。なんかちょっと大きなってるやん、感じが。今年で小学2年生になりました。ほんまに。なんかね、お母さんちょっと大きなったね、感じがね。ちょっと恥ずかしいらしい。あ、そういうのも出てきたんか。恥ずかしいので、わしにキューッとハグしておいで。すべてを忘れて。ふわふわは変わらずやろ。変わらずや。前と同じや。一緒やろ。タックル、はい、あのブログ用とかにわしのこの写真届いて。わかりました、了解です。決めて、行きます。ちょっと足辛いから、あれ撮ってくれ。あ、ちょっと待ってください。ブルブルしてくる。はい、はい、チーはい、OK、すみません。ダメ、はい、え、ワンポーズでの、なんかあっさりやな。あの、もう一回行きますか。え、なんか、チャーポーズもやっぱり撮る。はい、お願いします。撮りたい、撮りたい、撮りたいです。撮りたいね、はい、うん、それが大事。はい、行くで、はい、チーズ。はい、これ振り返っても写真やんな。写真ですね、うん、はい、はい、オッケー、座っていただきます。オッケー、はい、2枚でいいの？もう1枚お願いします。あ、そう、はい、うん、撮りたいの？撮りたい、撮りたいな、撮りたいです、うん、はい、行きます。はい、チーズ、よっ、はい、オッケー、オッケー、うん、もうええな、はい、うん、もう大丈夫です、はい、もうわしもそんなデパートで、あれ、ボーリングか、ええー、な、タックル、3ゲームぐらいしていこうか。いいですけど、もうヘトヘトになりそうですね。ええー、ね、わしのボーリングは荒いね。わしの頭ごと飛んでいくさかい。こんだけ大きかったら絶対ストライクやからな。その代わり、自動で帰ってけへんけどな。それはなんかわしいつもと違えへん。探して、間違い探し。わしが今日いつもと誰が違うでしょうか。え、分かれへん。カッパやね。今年初カッパ。あ、初めてかぶって。わし毎年ちょっとカッパかぶったら意外に可愛いとかイケてるやんとかいう声が聞こえてくるんだけど、どう？どう？今年ちょっとやばいかもしれん。ラストスパートしなあかんし、わし集中したんやけど、こんなん生えてた。これ実は猫じゃらしじゃなかったらしいんやけど、調べたら。あ、見たいです。うん、わあ、わあ、わあ、
これは何の像なんよ。タクル、はい、飽きたからこれ渡すわ。 ありがとうございます。それわわわやめて。暑いわ。しかもえらいもうまっすぐな道で、しかも向かい風やで。これタクル何とかして。逆向いたら追い風になりますけど。戻れいうこと。ええねんな。いや逆向いてもまっすぐ行ったら一緒やから。これこれでええんか。逆につらいな。やっぱり前向いて歩くようにできてるわ、いやしかしあれやろ、ここ今日頑張っとかへんかったら、予定通りというかちょっと遅れ気味なんやろ。分かった、はい、ここは正念場いうことやな。おっさんやけど正念場。頑張るで。よろしくお願いします。今のどうやった。今の面白かった。お前分かった。分かります。正念場。ほんま、お子さんにも分かるから。テロップ出そう。いやー今日も5月2日アンギャ4日目いろいろあったな。餃子の人来てくれてほんま嬉しかったで、まあ、新しい出会いあり再会ありな。ほんで今日土曜日ゴールデンウィークがまあ真っ只中やし、明日の日曜日もたくさんの人来てくれると思うんで、わしはこのほかほかに手に入れた頭を鉱山をして、また明日元気に臨みたいと思うで。振り返ってポーズ。にゃん。なんでにゃんや言うてもたやろ。にゃん人気に預かる思うて。そんなことないで。でもかいつぶりってなんかそういうにゃんとかそういうのないよな。ええの思いついたわ。明日も頑張るでー。ぶりなんかちょっとあかんな、帰ろう。頭出りすぎやわ。よいしょ。あー暑い。帰ったで。面白傑作戦はまだまだ続くよ。次回もお楽しみに。今日のエンディングはこちら。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。